広島大学前半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 2-27 広島大学セカンドダウン5、ボールオンは相手陣47ヤード前半残り時間1分25秒。13枚のパスを投じようとしましたが、このパスを愛媛大学4番がインターセプト。攻守交代です。ターンオーバー。